なんて気もの間眠り続けている旧支配者で。目覚めると試合画の復讐が始まる。外見の特徴は一つの緑色の目玉が中央にある巨大な黒い触手の塊。洞窟と暗黒の神。17世紀初頭のドイツのフライハルスガルテンの小さな町では、試合画を崇拝していて、カルトも存在していた。カルトは試合画が町の近くに住んでいると言われている。暗黒の丘。に来て町民全員はここで崇拝する。試合画は町民全員に催眠術をかけているようで、町民は何も覚えていない。カルトのメンバーは試合画を守るのではなく、試合画を封じていた。試合画を動けなくするために人々はアエアン。と呼ばれる魔物語体の像を使った。1860年頃に若い聖職者によって試合画へのカルトが滅んだ。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。